ます。いつもご視聴ありがとうございます。今日ね、内回し、外回し、かかと落としにつなげる技をやりやすいやり方を教えます。Today, we're going to show you how to、かかと落とし、which say, ねりちょぎ、コリアン製でねりちょぎ、かかと落としですね、ちょぎね。それを、やりやすい方法を教えます。まず、内回しを蹴るんだけども、必ずここ、よく下向いたまま足上げようとする人いるけど、そうじゃなくて、まず、ここをしっかり見て、この状態から、まずしっかり、はい、1、こうですね。2、この状態から。3、こうね。4、5、6、7、8、9、はい、よいしょ。で、これができたら、今度は外回しを、ね、しっかりやっていきます。この状態からやっぱ目線、ね、ターゲット、この辺、ね、そしてこの状態から1ですね、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、えいや、ね、で、これができたら、最後のステップです、ラストステップ。ね、今度は、この辺に目標を取ります。で、この辺に上げてから、ここに落とすんです。この辺に上げてから、ここに落とします。ね、それをやってみます。この状態、外からこう来て、こういう状態です。1、2、3、4、5、よいしょ、6、よいしょ、7、よいしょ、8、よいしょ、9、よいしょ、はい、はい、いや、このように使います。で、近場にいる相手はかかとをこう使います。OK? When you get closer to your enemy at a short range,、how to use it here, like this. OK? Then, furthermore, like this. OK?Straight line, straight up, like this. よいしょ。よいしょ。よいしょ。Okay? The other thing is a background kick. The enemy is getting closer. Okay? もし相手が近い場合は、かかとから当たるように。かかと、ここの場合だとかかとから当たるように持ってきます。Then, next step is furthermore、遠い間合いの場合ですね。これはこう使います。こう使います。いいですか?こう使っていきます。これが、we have two types of background kick.Okay? そのように、使ってみてください。ね、そのところかな。はい、オス、ありがとうございます。はい、続いてね、じゃあ外回しをね、やってもらって、かかと落としに最後つなげていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、右足から外回し、上を目線気をつけてね。はい、1、2、そうですね。3、そう、しっかり振ります。4、はい、そうですね。5、はい、6、はい、7、そうですね、8、そうね、9、いいでしょう、はい、9、はい、
でその動きができたら今度はかかと落としね、自分の、右の鎖骨のあたりから真ん中を通して思い切って、下ろしてください。はい、行きます。はい、1、2、こう大きく使うね。そうです。3、そうね、4、そうです。5、はい、6、7、8、そうね、9、はい、9、ね、このように、使ってみてください。はい、じゃあ乗れおす。はい、続いてね、威力の出る、下段回し蹴りローキックですね。普通こういう感じで蹴っちゃう人が多いので、こういう感じでね、まあ、これでも何発も言ったら効くんだけど、いいですか、よく聞いてね。もっとプッシュパーチンってもっとプッシュしてください。そして稽古が終わった後にこのふくらはぎ、ここが痛くなってれば合格、もしくはここ付け根が裂けちゃってたらなおいいです。私はよく足が裂けておりましたので、お風呂入るときにチクチクってするのでよくわかるんです。そうすると裏に伝わってるってことなんでね、鍛え方が足んないって言われたらそこまでなんですけど、それをまず見せてみましょうね。そういう蹴りをね、います。大丈夫、はい、お願いします。10ね、ご割りかけてもらいます。いいですか、最初から全力でいきます。はい、はい、よし、1、シーシャー、2、シーシャー、3、シーシャー、4、シーシャー、5、シーシャー、6、シーシャー、7、シーシャー、8、シーシャー、9、シーシャー、10、シーシャー。はい、よさした。そうするとね、映してもらうと分かるんですけど、当たったところがね、このように真っ赤になります。そしてこの後ろ、ここですね、ここにも威力が伝わってきちゃってるので、まあ痛いです、はっきり言ってね、うん、そういう衝撃に耐えられるようにローキックは、蹴ってみてください。はい、次はね、左側の下段の足蹴りを蹴ってみます。しっかり踏ん張ってないと相当効くからね。はい、これも最初から全力でいきます。はい、おさらいします。これで1、シーガー、2、シーガー、3、シーガー、4、シーガー、5、シーガー、6、シーガー、7、シーガー、8、シーガー、9、シーガー、10、はい、お疲れ様でした。ね、このように、パチッとね、破壊するつもりで、蹴らないと実際の組手、試合の時には、使えないと思います、ね、このように、頑張って蹴ってみてください。トレーニング方法はね、いろいろあります。スクワット、ね、ハーフスクワットをやったり、ね、いろいろあるので、そういうトレーニング方法もね、その近いうちにね、上げたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。後半はね、最後スパーでそれがね、まあそこまでは強く蹴りませんけど、できてるかどうかっていう確認をね、再び動画に撮りますので、そのままご視聴よろしくお願いします。おっす。おっす。最後にね、さっき説明したような技をいろいろ混ぜて、ちょっと軽めにね、動いてみたいと思います。2分間ね。はい、2分間お願いします。はい、お願いします。止めて。はい。始め。はい。よし。はい。よし。
変則なハイキック、それからバックグラウンド、後ろ回し蹴りね、それから、下段の合わせ技、ね、その辺をちょっとね、やってみました。ね、まあ、ガチンコもね、確かに強くなります。だけど、だんだん相手がいなくなっちゃうでしょ。道場でね、空気読めない奴がいて、やーってやると、だんだん気がついて相手がいなくなっちゃう。ね、それはなぜかというと、圧力。自分の思いの違いです、ね、目を見てれば分かるから、ギラギラってきたら、あ、ちょっと強めに来るぞと。10人いてね、10人道場で回ると10人は本気ではやってこないですよ。せいぜい1人か2人ぐらいね、ちょっと元気なのがガーッと来る。そしたらコツは、例えば今度ちょっと最後に1分、今度は相手がスピードを上げてきた時にどうするのか、対処するのかっていうのを最後にちょっと1分間ね、ちょっと疲れるけど、目パスピードで来てもらうね。はい、お願いします。よし、頑張って。はい、始める。はい、よし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 、よ